ミッキー&フレンドパーキング。スーパーエイトの付いたのも高いんだろうな。あ、もう完全にマーベルもディズニーランド、ディズニーに吸収されてしまった。危ねえよね。ディズニーパーク、パークスパーキング。まあでも結構。結構ディズニーランドに入ってく人たち多いね。いいんですよ。そういうこと言っちゃダメですよ。夢を壊すようなこと言わないでください。ハリボテが見えてますよ。ハリボテが見えちゃったよね。やめてください。そういうこと。なんで裏が見えちゃう？そういう裏を、裏とか言わないでください。あの、もう本当に。やめてください。そういう夢を壊す。ただの柱とかが。おかしいな。やめてください。そういうこと。おかしい、おかしいな。おかしいな。そこはギャラクシーな。すげえ混んでんなぁ。12時までだから営業時間。日本10時まででしょ。アメリカ12時まで。今来たってさ、今来たって14時間、あちゃん15時間いられるんだよ。気合入ってる人はギリギリまで。いるでしょ。まあ好きな人は好きだからね。さすがにだって、東京は8時からだって10時12時間でしょ。だって我々だって学生のずっといたもん。さすがに今12時間はしんどいかもしれない。子供は元気だけどね。パーク。え、そう。あ、ここだ。こっからか。まあ好きなところに。うん、いや好きなとこだ。アメリカ人。このと秩序守る。この車が行けないんだよ。前。アメリカ車のところはグーフィーだよ。全然グーフィーじゃないけど、ちょっとグーフィーの真似をしてみました。ね、こっからだとね、あの。結構殺伐としてる裏側が見られるよね。ねえ、これ裏側ね、ディズニーランドの。で、ディズニーマラソンの時もね、裏側見られるんだよね。あは、ミッキーだよ。すごいね、多い。あの、もう、ノリノリ。で、もうちょっとだから、ちょっと待ってね。ね。よいしょ。まあ、仕方が、まあ、ね、中入ってからね、忘れ物気づくよりは。もうちょっとほら、あっち行くだって。あ、ミキだよ。はい、そしたらね、なんかこういうトロッコに乗りましょう。よし、これに乗ってきます。で、ベビーカーがね、私たちの場合あるので、前の方がね、これこれこれ、Please hold on to しんどかった。そっか、これからなんだよね、ハイの。まだまだ先だな。だけど、このなんか乗り物乗って話を聞いてると、すでにアトラクションに乗ってる気分にはなるよね。電車じゃない、あの汽車のやつ、蒸気機関車みたいな感じのアトラクションと同じような感覚で、もう着いただけでこの前使うかも。炎天下だし。ほんとだ、ほらほら、ミッキーだよ。あはって言うの、ミッキー号だよ。なんか昔のあの首に下げてさ、あのパスポートっていうか、あのチケット買うのもそれはそれで懐かしいね。そうだね、ダウンタウンディズニーが右手にあるね。すごい並んでる。すごいね。でもまああの駐車場の方も正面に取れてよかったね。さ、もうコロナ禍だからさ、ね、あとインターネットの発達によってさ、
チケットセンターっていうよりはさ、もうあのアプリで予約する世界になっててさ、はい、中入るとね、ミッキー、ミッキーカーチス誰も知らねえっつうの。